アニメ声優ラジオの裏表第1話の反応集&感想どうぞ。なぜか今一番注目されてるアニメきた。タイムリーなアニメ始まった。なんか急に興味湧いてきた作品。早速ラジオ番組始めてきましたね。高校生でラジオ務めてるのか。声優ラジオをアニメ化するとか新しい。が全注目を集めてしまったアニメ。泣きぼくろいいですね。ゆり営業か。このタイミングで放送開始って持ってるのか持ってないのか。やっぱりなんとかとか裏垢使って競合の悪口言ったりするんですか。ニコ生じゃねえか。声優番組なのでニコ生なのは実際リアル。一本強いキャラがあるだけマシだぞ。まだ高校生だから将来有望だろう。なんかこの長谷川郁美のキャラどこかで見たことない。まだ3年でそんなたくさん代表キャラなんてないだろう。3年目で名前付きキャラをやっているなら十分だろう。オタクに優しいギャル。裏表要素速攻出してきたな。表の顔は声優で裏の顔はギャル系女子高生。どちらかというとギャルが表では。アイドル声優はキャラ作りが大事。オタクはギャルが好きなのに。ギャルの方が一周回って受けるかもしれないぞ。もうこの青春イメージが大事みたいなのもだいぶ古めの声優感ではあるな。ゆり期待できるアニメはいいわね。このアニメは今の声優業界への継承か。声優をやってることを周囲に隠せる程度には演技ができてるのね。モブオがコミュ障すぎる。メガネくん、なんかのアニメに出てなかった。気軽に声かけるなんて、オタクに優しいギャルは実在した。オタクくんめっちゃ語るじゃん。めっちゃ早口で言ってそう。オタクってすぐ早口になるよね。もっと早口でお願いします。あ、貴重なコーヒーが。コーヒーはシミになりますよ。あ、これはいじめ編が6話ぐらい続きますね。高校生の声優アイドル、いいとこに焦点当てたな。ジミコ来た。もう一人の声優は裏の顔は地味で暗い感じなのか。いや、結構まんまじゃんか。同じクラスにいるなら気づけよオタク。声豚なのに推しに気づかないの。まこれが例の舌打ちですか。予想以上にかかってたんだあのラテ。挨拶は大切だからね。ぶっかけババがぶち切れてんじゃねえ。お前も JK 声優やろがい。声優なのにアイドルの真似事をしてるのは確かに良くない。やりたくないことやってんのはどの業界でも一緒やな。しょうがないね。現代の声優は求められるものが多い。性格悪い攻撃的陰キャのクラスメイトか。キャットファイトしてほしい。結局オタクくんが床吹いててくさ。クラスにいるのに気づかんオタクくん、もっと鍛えろ。褒め殺しである。本人に向かって何言ってるの。実質告白では。顔あからめすぎだろ。あら、もしかしてこれってそういう。まだお互いに正体知らない系。なんでわからんの。気づかないもんなの。アニメの仕事じゃないんかい。山手線が新快速並みに飛ばしててくさ。インターネットラジオステーション音声ならぬ音沼。超絶ラジオマリモちゃん。 UI が温泉すぎて腹抱えて笑ってる。完全に浜松町来た。アニメと無関係のラジオの仕事は FM でやってるイメージ。案の定文化放送じゃねえか。親の文化放送より見た文化放送。4月の新版が飛ぶって一体何があったんだ。不祥事か。その P さん、2人の正体知っとるやろ。もったいぶらずに言わんかい。ディレクターなんでこんなキモいキャラ付けなの。文化放送ってこんな感じなんすか。夕日の声本当に裏と表で全然違う。少なくとも担任の口は固いことが証明されたな。スカート丈が明らかに違う。同じ学校の生徒2人のラジオ。一応事務所内の人間なのにどうしてそれ調べられた。特定班か。さっき気持ち悪いって言ってたような感じの仕事だな。今起きてる声優アカウント問題がどうしても重なってしまうわ。声優ラジオのオーバーラップ。アイキャッチかわいいね。よく気づかなかったな。実際のラジオで同じ学校同士って明かすのって大丈夫なのか。学校生活のトークなんてしようものならボロが出てバレるんじゃね。声優界の話とかじゃなくて2人
人の声優の女の子の話ってことか。ギスギスしてらっしゃる。声優同士の不仲を今扱うのタイムリーすぎるだろう。女性声優と女性声優がギスギスする話なの。このタイミングで CV とおみくで。マリーボールドのキャラソン売ってください。お互いの演じたキャラ把握してるやんけ。どっちもファンじゃねえか。こいつらちゃんとアニメ見てて偉い。面と向かって言うのは健全。しょうもないマウントの取り合い。くっそおもろい。すげえクマだなこの子。なんか死にそうな人出てきた。なんでそんな死にそうな目をしてるんです。朝香ちゃんちゃんと寝てや。目が病的やん。文化放送さん、最近の復縁ちゃんキャラだいたいこんな感じ。魔法使いプリティア何丁。プリキュア的なやつか。プリキュア志望の女性声優も多いらしいね。ちゃんとアニメを好きなのが好感持っちゃう。ロボアニメオタクか。アニメチョイス渋すぎて笑う。ヘイヘイお前のロボットバリってる。意外すぎて好感度上がるやつ。ブレイバーンについて熱く語り出す腐女子。めっちゃ早口で言ってそう。オタク特有の饒舌早口2回目。おっとエンジンかかってきたな。だからオタクに話を振ったらカントあれほど。ハチスタオッケー。すごい見たことがあるスタジオの壁だな。親の顔より似たスタジオで具合悪くなってきた。顔が引きつっている。この表情でこの声出すな。ひってえ顔して喋るな。空気めっちゃ悪くて草。二人ともメンタル削って喋ってるんだろうな。冒頭のギスギス感はこの流れのせいだったのか。もう3回もやったのかむしろ。逆に3回もよくやってこれたね。というか急に時系列飛んだな。二人ともあざとすぎる。すがばれた時が怖いやろ。いきなり公開録音きた。いきなりピンチだ。公開録音という名の公開処刑。顔バレはやめろっつってんだろ。サプライズ発表は珍しいことじゃないのは。それはそう。言うほど登録を本人にサプライズすることある。朝香ちゃんやはり熊恋。放送作家の顔色が悪すぎる。クラスメイトと話さないとダメなのか。相手のことを知ろうとすると悪いところばっかり見えるんですが。物足りないって。それは調べずにキャスティングしたお前らが悪い。ぼっち飯けど台本チェックはストイック。階段下の机とか置いてある何かよくわからないスペースじゃなかった。今日は一緒にご飯ですかい。ぼっち飯を見られるのは恥ずかしいのか。サンドイッチ検定。何のサンドイッチなんだ。ぼっち飯の方がお宅に受けが良さそうだが。陰キャアピールは大加点ポイントだぞ。ツンツンしとんな。今のところ休みの方がいいな。夕日は性格裏表になあり。お昼ご飯を一緒に食べた。間違ってはいない。親の顔ほどは見てないサテライトスタジオ。サテライトクラスとか懐かしいな。そしていつもの会議室。開けるにもほどがある。本当に表は美少女だな。これは今人気急上昇の女性声優ですわ。高校生って言ってるから特定されそう。お前ここは初めてか。文化放送の知ってる場所ばっかり出てきて笑ってる。最初の3年くらいはモブ役ばかりでラジオ経験も少なそう。推しは息してるだけでファンサだよ。これだからアイドル声優ってやつは全部事務所が悪いんや。確かにしょうもない悩みだわ。役者としてまだまだよね。演じきっちゃえばいいのよ。いっそ本当の自分をさらけ出しちゃう。ラジオの掛け合いも含めて一つのショーですからね。エクスアームスマイル。オタクに優しいギャルだ。やすみちゃんめっちゃいい子じゃん。こういうところちゃんと声優の先輩してるな。ブラーカ作って悪口言わずに本音で話すの好感持てるな。親の顔より見た登録ブース。なんか変なメガネマスクいない。一人怪しいお客いるな。お手手繋いで入ってきた。1話で意外と距離縮んでるやん。人前ダメなタイプか。これはダメみたいですね。ズコーこけた。かわいい。この転んだ時の声がかわいすぎる。顔から言ったぞ。萌え萌えドジッコ声優。ナイスフォロー。やすみちゃんわざとこけさせて緊張を解かせるとかすげえな。
そのうちサイエンスホールとかメディアプラスとかでできそうだな。明らかに怪しい人のインパクト強いな。いつの間にか最善に出てきててくさ。オタクのくせに民度高すぎる。いやー、やっぱり女性声優に裏表なんてないですね。かなり王道展開の1話ですね。1話でかなり仲良くなったな。マーシュー録も重ねてるからか。1話目からエンディング来た。モブガヤのキャスト数多すぎなけん。エンディング最高すぎない。ユリといえば東京タワー。このタイミングで場外乱闘はまずいですよ。刺されたのかと思ったわ。訴訟案件来た。報復報復報復。御社の所属タレントを告訴。ホットな話題だな。どこにそんな要素が。はいはい、ツンデレツンデレ。難易度高めのツンデレいただきました。イチャイチャしだした。どうもありがとうって言えるゆうひちゃん偉い。そこは素直にお礼言えるのね。やすみちゃん、いいどや顔だ。ずっとギスギスだったらどうしようかと思ったわ。やはりゆり、ゆりが世界を変える。リアルでいろいろ起きてることもあってクソ面白い。次回2人でユニットデビュー。公開収録に続いてユニットを組むの声優ラジオあるある。ノーマークだったけど面白かった。こういう作品久しぶりだわ。悪くないよな。無造無造のナローファンタジーに比べたら見れる見れる。番宣だともっとギスギスと思ってたのに、1話でもお互いに出れかかってるな。まあ最終回には仲良くイチャイチャカップルになる流れだろうな。タイムリーすぎて怖い。一連の騒動のせいで別の楽しみ方ができてしまうとは。演劇やってたのに舞台に出るの嫌なのか。声優裏方って意識が強すぎんのかな。同じ業界でそこそこ知られてる人間が実はクラスメイトでしたって、もっと違う姿にしないと無理があるだろう。こんなとこにいるはずがないって思い込むと案外気がつかないもんだよ。写真集なんて修正しまくってるもんだしな。作ったキャラでも裏の顔でも別にいいじゃん。幻想から離れたプライベートで何してようが本来どうでもいいはず。あくまでお仕事、あくまで作り物、その上でだよね。これ原作者はラジオの仕事してる人だったりするのかな。声オタで声優ラジオ大好きだから書いたって言ってたぞ。このタイミングでこの内容のアニメやれるの制作委員会とコネクトの中に絶対持ってるやつがいるから本当に誇っていいし、そのスタッフは手帳に扱ってやれ。声優ラジオの裏表第1話視聴させていただきました。春アニメのラインナップを見た時からひっそりと期待してたんですが、マーコの超激戦クールなら埋もれるだろうなって思ったら、リアルでとある声優さんたちのバチバチが起こっていることもあってか、これ以上ないほどの奇跡のようなタイミングで放送されたので、なんかいい意味でも悪い意味でも注目度が上がってしまったアニメです。マリアルの方の事件は確定要素もないし、ここではあまり言及することは控えます。詳しく知りたい方はドヤコンガで検索してみてください。私は正直どうでもいい派ですが、まあどうしてもそのことと重ねてみてしまう視聴者さんは少なからずいるでしょうね。アニメの方は珍しいテーマを扱ってるようで、結構直球な王道ツンデレユリのアニメでしたね。私ももっとギスギスしまくるのかと思ってたけど、案外1話で早くもデレ要素を入れてきたな。っていうかギャルの方はめちゃくちゃ歩み寄る要素を端々に出してるのに、陰キャの方がそれをツッケンドンしてる感じ。なんでそんなにアイドル売りが嫌で気持ち悪いって思ってるくせに、そういう仕事はしてるってなんか理由はあるのかな。まあそういうキャラだとしても今んとこちょっとヘイトメーターが多いかな。他人に切れまくるのはあかんよ。認識阻害してんのかってぐらいお互いどころかクラスメイトたちにも正体がバレてないんですが、これはまあアニメ的演出ということでそんなに気にはならないですね。最初はいや同一人物じゃんって思ったけど、どこかでクラスメイトバレとかするイベントとかあるのかな。てかそういうのでもないとどうやって話広げてくるんだろうって感じです。芸歴マウントは面白かったですけど、まあ胸のでかさで言えば圧倒的にギャルのが先輩なんで陰キャは黙っておいてもらえます。後気になることをピックアップしていくと、放送3回目で公開録音するっていくらなんでも早すぎない。ラジオに詳しくないんですがそういうもんなの。とか放送作家さんのクマすげえな、ブラックかって思ったけど、ちゃんとクマなくなってる部分もあったし、どっちなんだ。とかこの公開録音にいる怪しさ大爆発のメガネは誰なんだろう。このキャラは後々重要キャラとして出てきそうな。というわけで声優ラジオの裏表第1話の感想でございました。
リアルとの妙なタイムリーさでまあいろいろと比べられそうですが、あくまでフィクションとしても結構好きな部類ですね。出れるのが早いなってのは否めませんが、ギスギスするのも好きなので毎回ギスファイトしてほしいってのもあります。何にせよこれは最後まで完走できそう。このアニメが終わるまでにリアルでも決着ついてるといいね。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。